バーン県駅は、太陽国の首都バンコクとチャトゥチャック区にある、大国有鉄道北本線の駅である。当駅を含む北本線ランシット駅以南の区間については、1990年代に、ボット方式による鉄道高架化,化が計画、着工され、当駅構内でも、直上高架方式による高架強構造物が建設されていたが、 1997年の同計画中止により建設は中断された。その後、2000年代のバンコクの都市、鉄道整備計画では、北本線沿いにバンコク北方へ向かう路線をダークレッドラインとして整備することとなり、第一機区間のバーンス・ランシット間について、電車間を活用して2021年開業に向けて工事中である。この計画では、 大国鉄在来線の乗り入れが可能な高架鉄道を建設するものとしており、当駅構内等に残存する高架橋構造物は回収して活用または撤去することとされている。対最初の関営鉄道であるクルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。この時点で当駅はまだ開業してなくその後の開業である。 バーン県駅構内相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホープウェル計画、香港の建設会社、ホープウェル社が提案したポット方式による高速道路建設、大国鉄都心部高架化計画 P117 及び王国の鉄路大鉄道の歴史 P317、P319 バーン数駅バンコク都市、鉄道レッドライン建設計画も参照。 王国の鉄路大鉄道の歴史 P25 ありがとうございます。